でこう会話をして、はい、あの演劇をするっていうのをやって、それはじゃあ役者の方がそうなんです、はい、でモビルになりきって、シナリオの須賀さんで劇作家の方が書いて、はい、演劇の俳優さんが出て、でモビル同士がこう会話をする、しゃべるっていうのを5人の5つのビルで、この場所でやったんです。でそれがその建物の芝居っていうちょっとシリーズ化をしていて、で2年前に前回クイーンなんで、クイーンにドラッグクイーンの顔が出て、でロックバンドのクイーンの We Are the Champion を歌うっていうイベントをやったんです。でその時はクイーンがこう歌を歌うのに合わせて、その7人の合唱団の方が前でクイーンと一緒に歌うっていう、トーは歌うっていうこと、まあトーと歌うっていうことをやって、イルミネーションとかだんだんそうですね、はい、されてるんですね。まあこのスマートイルミネーション自身がその、まあ、街を、まあ、省エネルギーっていう側面と、もう一つそのパブリックなスペース、街をどれだけこう自分たちが使っていけるかとか既存でいけるか、夜景を、まあ、イルミネーションでこう綺麗なものを見せてもらうっていうタイプじゃなくて、まあ、夜景をみんなで作りましょうよ、はい、そういうパブリックなスペースの遊び方みたいなのを提案できるといいなっていうところがあったので、これがついに川浜のハーバーっていう、まあ、なんかフォトスポットで世界最大の看板になるっていう感じで、その街の人の顔がこう街に発信されていくみたいな、その瞬間はその街に人の顔がこう出て、その夜景を街をジャックするみたいな、そういう感じが面白いなと思って。多分すごい行ってみるとたくさんの建物の中で自分の顔がボンって出てるっていう。今テストの動画見てるのとか、はい、すごいありますよね。何が起こってるのかっていうのがやりたいのか。そしてここで写真を撮ると両方が映る、うん、そうなんですよ。最高ですね。本当に面白い。一回でこのアイデアが出てきたかっていうとそうじゃなくて、多分建物の芝居があってクイーンと歌うっていうそのライブ性とプロジェクションマッピングっていうのがあって、これがあって、でそのまあ「顔はめザワールド」っていうので、ちょっと車の鍵預けるの動画がつながることができるんじゃないですか。世界中の人が、なんかできることあるよね。光の海とか
かよその国の建物に顔が出てるっていうのを見れると、多分なんか私がなんかこのところの街に出ちゃっていいのみたいな感じがあって、で私はその、まあ、上海とつないで、上海にこの顔はめ看板を置いて、上海の方がそこに顔を出すと、横浜に届く、はい、でこのライブで向こうで見るっていう感じなんですけど、いつか逆もやってみたい。日本で顔を出すと、どっか遠くの、例えばパリの凱旋門に出るとか、総合的なことができるとすごい面白いなと思って、そうですね、交流するんだ、うん、顔出せば、そう、モニターを見ると、全然なんか、スフィンクスとかに出ても面白いですよね。なんかスフィンクスに出てるんだけど、その距離とか、メディアを使って、縛らずに、時間できること、もう普通にこの動画がね、あのね、お家とお家が世界中につながるんですよね。